煮干し西日本からの移民が多いハワイでは、煮干しは、いりこと呼ばれる煮干しは、小魚を煮て干した水産加工品。主に出汁を取る材料として使われるほか、そのまま、あるいは空入りにするなどで食べられている。片口イワシで作ったものが最も一般的だが、マイワシ、ウルメイワシ、キビナゴ、アジ、サバ、トビウオなどを原料としたものもある。煮干しは、日本料理の出汁の素材となる。 ジャコだしジャコとも言う。いわゆるイリコは、一般的には、カタクチイワシを釜揚げにしてから乾燥させた水産加工品である。イリコは西日本及び、そこからの移民が多い米国ハワイ州での故障である。呼び名は、大きさによって、3センチメートル未満のちりめん、3から4センチメートルのカエリ、4から6センチメートルのコバネ。 6から8センチメートルの中は8センチメートル以上の大葉に分けられる。煮干しは沿岸地域各地で産し、長崎県の佐世保市が日本最大の生産地である。香川県伊吹島産など瀬戸内海で漁獲したカタクチイワシを加工したものが有名で、香川県のイリコはサヌキうどんの誕生のきっかけとなった食材でもある。 煮干しの原料はいわゆる青魚で不飽和脂肪酸を多く含むので製造から流通、保存に至る管理が適切に行われないと脂肪の酸化が進み品質が低下する。酸化を防ぐ意味で原料自体も油があまり乗っていないものが適しており大きな魚を煮干しにしないのはこのためである。また魚を原料とするため生臭みが出やすいので加工時の鮮度も重要となる。 製造工程は、水揚げされた素材を煮沸し、乾燥させることで行われる。煮沸時には、一般的に塩を添加するが、近年では減塩志向の関係で無塩で加工される場合もある。ただし、その場合は、保存期間は短くなる。原料の脂肪酸化は製造する際の乾燥工程から始まってしまうため、特殊な加工方法を取らない限り防ぐことは難しい。 このため、酸化防止剤として、BHA やビタミン E が添加される場合が多い。また、量販店で販売される製品の多くは、密閉容器に脱酸素剤を一緒に封入することで、酸化を防ぐ工夫が施されている。購入時の目安として、配色が盛り上がりくの字に曲がっているものが、鮮度の良い魚を加工したものである。 逆に複装が盛り上がるようなくの字になって腹が割れているものは加工時の鮮度が悪かったもので出汁を取る際に生臭みが強く出る。色合いは青みがかった銀白色が脂肪の酸化されていない上質なもので赤茶色になっているのは脂肪が酸化された粗悪な製品である。ただしよほど酸化が進まない限り変色しないので色で酸化の度合いを見極めることは 専門家でも困難と言われている。出汁を取るのに使われることが多いが、副菜などにも利用され、特に鮮魚の手に入りにくかった山間部ではよく用いられてきた。水出し法と煮出し法があり、水出しの方が雑味の少ない良質の出汁が取れる。頭と腹股からは苦味や雑味が出るので下ごしらえとして取り除くと良いとされるが、水出しの場合は、 頭と腹はたから、アクが出にくいため、それらから出る旨味を利用するために取り除かない方法もある。出汁が出やすいように、中骨に沿って2枚おろしのように指で2つに割る。ただし、一般家庭で、味噌汁等に使う場合には、特別な下ごしらえをせずにそのまま使う場合も多い。なお、出汁を抽出した後に焼け火箸を入れると、生臭みの元になっている成分が揮発し上品が、 出汁になると言われている。出汁を取った後の煮干しは、出汁柄として取り出すが、家庭料理ではそのまま汁の実として食べる場合もある。出汁用として、煮干しを粉状に粉砕したものも広く流通している。和え物などにも利用される。香川県の郷土料理に、入りご飯がある。煮干しは、一般にそのまま食することができるため、現代人のカルシウム不足を補う意味もあって、 食べる煮干しとして食べられることを明記し、健康に良い食品であることを訴求した商品が増えている。また、アーモンドなどのナッツ類と一緒に小袋にパッケージされた商品もチャウけ2月14日、1994年に全国煮干し協会が煮干しの語呂合わせから制定した。煮干しは犬や猫などの動物にはマグネシウムの過剰摂取となり、 尿路疾患をもたらすことがある。ありがとうございます。